キー屋の武田龍です。いい滑りをするために気をつけていることは、まず体のケアが一番大事だと思ってるんですけど、体を冷やさないための準備をして滑ることを気をつけています。海外に行くとそこはすごく寒い、マイナス20度30度ぐらいまで行くので、割と多めにインナーを着て、でヒートナビを使って、逆に暖かい時は1枚のインナーの上に着るぐらいで十分気温の調整はできるかなと思いますね。軽さはすごくあるんですけども、その中に暖かさ、普段のウェアだと多く着なきゃいけないところをヒートナビがあることによって1枚減らして動きやすさが出るので、そういったパフォーマンスにも発揮できるかなと思います。今後も、今まで通り長年やってきたスキーで楽しく、これからスキーを始める子どもたちに指導できたり、世界に活躍するようなプレイヤーを育てたり、いろんなジャンルで活躍していけたらいいなと思います。